ちは、ナオリンです。今日はですね、このキャノンのですね、セルフィーっていうのかな、 PC730 っていうあのプリンターですね、こうなってます。これもね、ちょっと知り合いからいただいて、これも使ってなかったようなんですね。こんな感じで、そのままこうバッテリーもね、こう封切ってないんですよ。そんな感じだったんですけど、今ね、一応試しに印刷したのがこれなんですけど ね、こんな感じでちょっと印刷はできたんですけど、ちょっとバッテリーのチェックをしといかないとと思ってね、あのオークションにこう出すんですけど、こう未使用とはいえね、全然使ってないものだった、まあ随分そう、古いっていうかですね、時間が経っちゃってるんで、もしこううまく動かなかったら悪いんでね、一応開封して電池の方もちょっと確認したいと思ってるんで、でビデオ撮りながらこう開封して、はい、今開封しました。これ使い方もよくわからないんですけどね、この取説とかあるんで、この取説とかあるんでね、まあそれはこう買った人にこう見てもらえばいいかなと思ってるんですけど、それで一応ね、試しだけはしておかないと。さっきね、 USB はちょっとやってみたんですけど、できましたね。バッテリー充電できるかどうか、うん、充電できてるみたいですね。ランプついてますね、はい、これあとは後で、まあもう一回電池だけでやってみますけど、今ちょっと試しにね、オンしてみますね。うん、よし、オン。オンしました。はい。うん、オンしましたね。それでね、これ、ついてた、こうね、用紙が入ってるんですけど、試し刷り用の用紙が入ってて、で、なんかインクもね、試し刷り用のインクで、なんか5枚ぐらいしか印刷できないものなんですけど、さっき1枚印刷したんで、あと4枚印刷できるんですけど、一応ね、これ確かめるために、そんで、これね、もう、刺し方わかんなかったんですけどね、これ、ぐっとこう上に持ち上げるんですね、これね。こう、持ち上げて、で、ここ開いた状態で、ここにこうこうやってガサッと刺します。これでいいのかな。そしてこれ今 SD カード試してみますけど、 SD を入れる。これはね、 SD と MS と CF っていうやつが対応してますね。今これ入れました。見にくいかな。ほら、うさぎさんが見えます。ちゃんとね、じゃあこれ印刷してみますね。印刷はね、このボタンね、スタートボタンを押せばいいんですけど、いろんな設定はともかく置いておきまして、これこう押します。はいはい、始まります。これ何度もね、はい、いていて、なかなか時間かかります。もう始めた、始めた、ね、最初ね、黄色で印刷するのかな。何回かね、これ行ったり来たりするんですけどね、今度赤かな。最後かな。
うん、こんな感じでね、こんな感じで印刷できました。はい、え、一応ね、これ書いてあるのはね、100年アルバム100、アルバム保存100年とかって書いてありますね。 L サイズで50枚、ここに書いてあるね、ここに書いてある、ここに見にくいか、ここに書いてあります。メモリーカードスロット、LED が 2.0 型って書いてありますね。この辺のこれいつ頃なのかな、ちょっといつだろう、前なんか未使用のやつには保証書があって、そこに、買った年月日が書いてあったんですけど、これには保証書はないかな。保証書は切ってますけど年月日は書いてないですね。こんなのがついてますね。そんな感じでこう、まあこう、なんとか使うんですね。こんな紙類がたくさんあって、で、活用ガイドとかってあって、ほんと、あと、確か CD もあるかな。CD。あ、CD ね。CD が入ってます。はい。それと、CD が入ってて、あとこれはね、これはなんだ、これちょっとわかんないな。わかんないけど、ここが入ってて、あとは、あとこれは何だ、あとでトレイみたいなやつ、あとこんなのが入ってますね。これね。あとは、この、これが、これはこんなのも入ってますね。多分全部入ってるとは思うんですけど、そんな感じですね。あとこれ、今ね、充電とオフにしますけど。オフにしました。あとでね、これ今充電中なんで、充電してるんで、これフル充電にして電源入るかどうかちょっと確認してから、また後で、つなげます。はい。じゃあちょっと休憩です。充電終わったようなんで、AC のコンセントを抜いて、1枚印刷してみようと思います。はい。多分充電できてる。まあ、パワーをしてるんでね。取りましてね。充電池だけにしました。はい、こんな感じね。よし、あ、こうしましたね。これで電池だけで、印刷ができるか。じゃちょっと印刷してますね。はい。はい、印刷始まりましたね。これで充電池で動作すれば、一応ね、ざっとなんですけど、全部ではないんですけれど、チェックしてできたかなと思うんですよね。まあ、ほとんど使ってなかった、もう未使用、ほとんど未使用のものなんですけど、やっぱり保管していくと、どっか不具合が起きることはあるんで、一応、ちょっと確認してからオークションに出そうと思って、チェックしてます。まあ、詳しくはブログの方に、このキャノンのね、こう、サイトとかも、リンク貼っとこうと思いますんで、
ということで、あのブログと出品リスト、その辺は下の、説明の方に URL 載っけておきますので、ここを見てください。あと、まあいろんなものもらったりとかね、あのするんで、そういうのもこう今回はね、中開けたりとかしてないんですけど、まあ、結構中開けたりとかして、あの掃除したりとかしたりとかですね、まああとは中のこう仕組みなんかも開けてね、見ると、あ、こんな風になってるのかっていう不思議なっていうか、そういうものもありますんで、そういうのも紹介していきたいと思いますんで、チャンネルの登録お願いします。あのコメントあのいただけるとすごく嬉しいです。まあリクエストとかね、そういうのも含めてね、まあ今ね7時15分なんですけど、まだまだ暑いですね。本当に暑さ対策は本当にまあ十分にやってくださいね。そうしないともうあの熱中症になっちゃいますからね。はい、ということで、どうもありがとうございました。失礼します。